フェデリコ・フェラーリ・フェデリコ・フェッラーリは、イタリア人哲学者、美術評論家。ミラノ生まれ、ブレラ美術学院で、美術哲学の教授を務めている。90年代終わりから、主な研究分野は、美術における、イメージのテーマへと展開を見せている。とりわけ、博物館施設に関する研究、美術とイメージの生産システムに関する研究を、進めている。 フランス人哲学者、作家、批評家のモーリス・ブランショとフランス人哲学者、ジャン・リュック・ナンシーの考察から発して、グローバル化によって個々が、細分化された社会とコミュニティ体験の間にある、ソーシャルネットワークによる危ういつながりの問題をテーマとした研究を受け継いでいる。ジャン・リュック・ナンシーとのコラボレーションにより、2000年から2015年の間に、協調3作品を発表した。著書、 無秩序と辛抱を得るアノルカいいおージじをネの、中では、その考察の超然とした繊細で優雅な要素が、ニヒリズムとポストモダンの仮面のとともに体内に深く根を下ろしているかのようだ。一方では、強制からの亡命、基本となる法則の、あるいは完全なる、反法則の探求へと向かい、もう一方では、張り詰めた自伝的思考。 孤立と超越の次元へと自らを推し進めている。この方法によって、このイタリア人思考家は、ドイツ人哲学者、マルティン・ハイデガーとドイツ人思想家、文学者、自然科学者のエルンスト・ユンガーが取り組んだテーマを取り上げながら、新たな道を歩んでいる。ありがとうございます。